開運年賀状作成400枚印刷でございます。ご希望者の皆様には全員送ります。昭和、親父は年賀状。金箔が付いてもはげない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職長田後期でございます。2022年12月の6日火曜日、今6時4分、外気は4度、朝ドアでございます。あのー、やっぱですね、昭和親父は年賀状なんですよね。なんか今ネットでは年賀状じまいとか、ああ、しまうんですかみたいな感じなんですけど、私はやっぱ今年もしこしこと、一応去年は500買いたんですよ。で、今年はまず、えー、昨日でちょっと遅くなりましたけどね、昨日、400、えー 400買ってきまして。まあまあ、今年まず400。で、去年もそうやってですね、400買って100追加みたいな感じだったんですけどね。まあまずは400ですね。今年お世話になった皆様方にですね、やっぱ昭和親父は年賀状でございますっ、ね、て。これは出さないかんと。え、なんか当たったらですね、相手の方に当たるかもしれないですからね。はいはい、ありがたいことでございます。あで、一応文面ですね。飽きましておめでとうございます。はい。えー、100歳馬で生涯現役、生涯無休、生涯無中、国産物壇販売が 変色ですいやー怪しいですね <laughs> <laughs> なんかこれ、何ですかこれみたいな、怪しい壺かなんか売るんですかみたいな世界でございますけどですね。はい。あの、もしもですね、これを見てらっしゃるご希望者の方がいらっしゃったらお連絡くださいとさせていただきます。はい。あの、切手シートかなんか当たるかもしれませんのでですね、あの、新春の運試しにどうぞお使いくださいみたいな感じで。はい。まあ、今年もですね、400枚頑張って書かさせていただきます。えっ年賀状ですよ、親父は。はいはいはい。はい。えー、運年賀状作成いた ししました、えー、今日からしこしこ当てだ書きみたいな感じですね。昭和親父は年賀状400枚購入いたしました。えー、ご希望者様連絡ください。必ず投函いたします、えー。クラウドファンディングの皆様にはもう全員ですね。あのもうや、やっぱいろいろ、やっぱ550万以上ですね。やっぱり いや450万以上ですかね。あの、募金をいただいております。ありがとうございます。人吉号被災者支援、小型仏壇、無償提供。それとコロナ生活困窮者支援、仏壇、無償提供。こちらにありますけどね。あの、やっぱり450ぐらいいただいてますね。その方々にはもう全員もちろん、もう最優先でございます。出します。あと、いろいろお客様とか、あとマスコミの皆さんですね。えー、あと、ご協力業者様ですね。マスコミ様。お友達、親戚という形でですね。はい、出します。 年賀状自前なんかしませんよ。やっぱり年賀紙、昭和親父はアナログ親父、昭和親父は年賀状です。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は10、てお祈り申し上げます。